で、それは何をしようとしてるかっていうと、サロンメンバーさんの中で結構ね、事業やられてる方多いんですよ。やっぱ7万ちょっといるんで、やっぱ事業やられてる方が非常に多くて、っていうと、サロンメンバーさんと組んで、例えば僕が01でね、飲食店やるのって、なんていうの？難易度高すぎるじゃないですか。だったら、飲食店やられてるサロンメンバーさんと組んで、きちんと契約して、ここで店出しませんかっていう話をして、集客とか世界観とかはこっちがやります。飲食パートお願いしていいですかみたいな、そういう組み方はあるなと思って。で、どうせやるんだったら僕はやっぱサロンメンバーさんと仕事してて、今も結構やってるんですよ。コーヒー屋さんと組んだりだとか、あとは、フィナンシェ、焼き菓子のフィナンシェのお店と組んだりとか。で、いずれもサロンメンバーさんなんですけど。いや、どうせやったら、友達とそういうのやった方が楽しいじゃないですか。で、コーヒーもすごい美味しいし、そのフィナンシェもすごい美味しいし、当然、組むときは別になんていうの、ノリで組むっていうことは基本的にしなくて、やっぱり自分たちがその、商品、作品、サービス、なことやっぱ愛してないと、お客さんに対して、これいいですよってやっぱ言えないんで、やっぱ会社のみんなで、食べて飲んで、あ、これむちゃくちゃ美味しいねってなったら、よし、これ行こうってなって、っていう組み方なんですけど。